ノクト、人間のお前を殺しても意味がないんだ。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。船乗りに来たんでしょ。そうだけど、うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。オートが陥落した。はあ、何言ってんだよ。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。どうなってんだ。今どこに。外だよ、そっちに戻れない。ああ、はあってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは。王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。陛下は亡くなられた。オートで起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。なんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。調子乗ってんだよ。俺の名前さ、別に略してなかったんだよね。アーデン・イズニア、本名。帝国の最初。持てる力の全てでノクティス様をお支えしようと思っているのです。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。どうか。分かってんだよ全部。あったら腹くくれ、この大馬鹿野郎。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。